ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜かすみ、よろしくお願いいたします。一つよしなに、やっぱりなんだろうな、ラジオ喋った後だとそのヒルナンデスは緊張するね、やっぱり。ああ、なるほど。先週ね、若林さん、南原さんと居酒屋さんにね、そう、年末でしたっけ、その行かれたという話して、結局その、オチがね、体の軸が大事だって言ってた南原さんが、ぶつかって吹っ飛ばされてたっていうやつなんで、やっぱりちょっとすごく後悔します。やっぱ水曜の朝、日テレに駐車場を入れてエレベーターで上がっていくときに、なんであんな話しちゃったんだろう、土曜日。土曜日のその本番直前はなんか話ないかなってもう追い込まれてるでしょ、っていうのがあるからね、ちょっと冷静になった時、時間経った時に、まずいなまずいなっていう。だからなんだろう、だからあの松永にもね、DJ 松永にもこの間会った時言われたんだけど、やっぱその、ちょっとストイックすぎますよと。ほう、ストイックすぎる。十何年ね、オープニング40分喋って、でトークゾーン一つずつってだからちょっと変えていこうかな。変える、形をどうするんですか。やっぱ頭にやっぱりちょっとヒロシのコーナー持ってきて、でその後にまあ深夜目、でまあその後そのままテイクで読んで、CM 行って、まあその後に、トークゾーン俺のでその後春日のトークゾーンやって、チンやって、最後の40分フリートークでいいんじゃないかな。変じゃないかそれは申し訳ない最後話すことないって何話す、いやー最近ねって話をするってこと2時20分ぐらいかな。それか、変だって。そんな散々裸でわーとかやった後にさやめろー、痛い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 、あーとか言った後にそうか、やっぱちょっとストイックすぎるから、あと曲もかけていこうかなと思う、やっぱり、ね、まあ、曲だったわけさ、ストイックすぎるっていうかさ、結局お互いのトークゾーンやってるしさ、順番が逆になってるだけでさやってることのは変わらないからさ、一つ前のアイデアはどうかと思うよ。曲かけるとかってまだわかるけど、普通歌を読むだな、やっぱり一番は。まあそうだね、オープニングトークがなくなってきてるから。だって感動しないんだもん、生きててもそう、毎週毎週ね。いや実は、いいと思って、あれすごいな、考えられるか、高校生の自分たちがタモリさんと共演してるってとかっていう話がないから、もうないね。まあもうほとんどのことを経験させてもらったというかね。正月番組結構バーって家で見てたけど、一個も羨ましいのなかったもんね。何が出たいな、出たいなという。あ、俺もでこれなんで呼ばれない、呼ばれなきゃダメだなこういうのにとか、一個もなかったもん。あ、そう、全部自分がやるべきやつをやらせてもらった、なるへそ、あちこちオードリーをさ、はいはい、ほら年末にやらせてもらったじゃん。確かに、ね、ありがたかった。しかもバチクルをさ、元日にやらせてもらったりとか、元旦の元日の夜、そう、ああいうことをやらせてもらってるから、なるへそ、あと検索ちゃんも出させてもらったり。ああそうね、その後爆笑問題、その後バチクルで、ハリウッドザコシショウさんと、錦鯉長谷川さんと平子さんと漫才までやらせてもらって、もう本当にね、夢のような年末年始だった、仕事が。もう十分。楽しくて。ああ、それはもう何よりだよね。これになんで自分が出てないんだ、くーみたいなことはなかった、ね、なかった。わあ、こんな芸能人いっぱいいて、めんどくさそうだなと思ってました、それはそれでどんな見方してんだよっていう。
話にはなるけど。あ、そう？うん。まあでも正月番組やね。あ、でも よくないね。ポッドキャストだと思って今喋っちゃってるから。え、なんでよ。それこそ10年以上やってんだからさ。うん。うん。ラジオですね。今いろいろほら、どういう状態でね、聞いてるか。ポッドキャストだとしてもどうかと思うよ。だからいいってこともないでしょ。でもね、うん、最近ね、今のテレビの話じゃないけどね。うんうんうん、台本見ててね、はいはい、これどういうことなのかなって、うん、もうね、ごめん、うん、2年前から思ってることがあるんだけど、何ですか？なんかゲストの方がいるとすんじゃん、レギュラー番組に。うんうんうん、そうすると、うん、なんか、台本に書いてあってカンペでもねんのよ。この番組ご覧になったことありますか、うん、って。はいはいはい、もうよくある質問だよね。でしょ？初めて来てくれたね、ゲストの女優さんとか。で、今やさ、うん、動画配信コンテンツ、ネットフリックスやら、アマゾンプライムやら、うんうんうん、それで俺も、うんうん、なんか、イカゲームとか見たからさ、うんうん、あと、地獄が呼んでいるとかさ、うんうん、で、見て、うん、で、YouTube もね、うん、最近、すごい見てんのよ。へ、うん、うん、あ。それは別に、うん、おじさんの YouTube を見てんだけど。おじさんの YouTube ってことですか、うん、おじさんのそういうチャンネルがあるってことなんか、やってる。大学教授とかのチャンネル、うんうん、ばっかり見てる。それなんですか？授業的な？講義的なものだったりするの？なんかについて喋ってる。ああ、なるほど、なるほど。なんだろうな、ニュースとかについても喋ってるし。ああ、そういうのもあんだ。うん。一番眠れるんでね、眠れるの。あ、なるほどね。授業を受けてるみたいに眠くなるの。ああ、別にその大学教授がなんかやってみたとかじゃなくて。なくて、たまたま読んだ本の、が大学教授が書いたやつで、うん、で、その人の名前検索したら YouTube やってたんですよ。へえ。で、その人がなんかこう、なんだろうな、なんか自分の人生哲学とかね、語ってたりするんだけどね。うん、ちょうど眠くなるのね。まあまあまあ、そんなに食いついてね。言ってんの、そのリスクを取ってきた。私の人生はみたいな、なんか、擦られたようなこと。うん、全然気持ちのいいテンポじゃないテンポで喋るから眠くなるのよ、夜ね。で、不眠気味だから、一番いいよ、うん。なるへそ。もう、で、それは、なんか、俺が言えることじゃないけどね。眠たいテンポの俺がさ。まあね。うん。喋る、言え、ね、人のことは言えないけど。そうそうそう、ね。誰が言ってんだよみたいな感じになっちゃうから。そうそうそう。ちょうど寝るのにはいいなって言われて。言われてるけども。そうそう。それで、なんかね、その、とか見てると、うん、自分で聞いてて、うんうん、見てるわけねえだろって思うんだよね。ああ、そういう質問したときに、この動画見たことありますか、うん、っていう質問がね。うん、そうそう。うん、あとなんか、なんだろうな、見てるか見てないかの瀬戸際の番組しか聞かないよな、あれって。で、やっぱ、その、さんま御殿で、さんま御殿見たことありますかって師匠が聞くわけないわけだから。まあ確かにね。うん。そうだね。何のために聞いてんだろうね。あれは俺はちょ、わかんないのよ。何のために聞いてんのか。見てなかったら、なんかね。だから、テレビがちょっと上なんだよ。台本書く人からしたら、感覚が。見てるでしょみたいな感じで。うん、か、もしくは、逆に取ると、うん、見てくれてたら嬉しいとしたら聞き方がおかしいよな。まあまあ、そうだね。見てはいないですよね、だよね。そうね。うん。それだったら答える側も答えやすいしね。うん。はい、見てないっすね。って言われる。でもなんか俺の迫力がないんだろうね。うん、ほとんどのゲスト見てないって言うよね。あ、もうすんなりと。で、なんか見ろやっつって言って結構上のゲストでも。それはいいね。下りとしていいじゃないですか。そう。気遣われるね。そう。そういうことが結構あったりしてさ。確かにね、その質問あるな、あるよね。見たことありますかって聞く。はい。聞かれること多い。いや、あんまないかな。でもないね。なんか。うん。ノンスタイルの石田くんがさ、うん、あちこちオードリー来た時さ、はっきり言ってたじゃん。うん、テレビ局のスタジオに幸せは転がってないって。家庭の中にしか転がってない。あれすごいよな。よく言うよな。いや、そうだね。うん。確かに、ね。はっきり言ってたもんな。うん。で、漫才作るのは大好きだから、あとお芝居の逆、うんうんね、それと、うんうん、で、やっていけたら、ほんと、娘を笑わせるっていうので、やっていけたらいいなって。うん。うん、いや、はっきり言って、はっきりオンエアされてたもんな。だあれさ、俺たちの同期ぐらいがさ、うん、ああやってもライフスタイルを固定してさ、うんうんうん、もう言ってるよ。
いや、言ってるね。ああ。確かに。だから西野さんと梶原さんも言うもんな、同期。うん、テレビ出んのは全然先輩だけど、うんうん、同期じゃない、一応芸歴。芸歴的に言ったらね。はっきり言ってるもんね、やっぱり面白そうだ。うん、西野さんが出たいと思ったら出るから、うんうん、テレビ出演があちこちオードリー以来だっていう感じで、うん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 、っていうことで言ってたじゃない。いや、そうね、うん。そんなにこのテレビしてないんだよね。石田くんと井上くんで来たら、うん、井上一人でも行けますかって言って、うん、いけるんだったらそっちでって言ってテレビでオンエアしたもんね。そうね。すごいよな。まあまあそれだけ他でもね、ちゃんと結果出してるからだけど、ちゃんとね。あ、漫才でもね。舞台とかもやっぱね。はい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 、はい。が面白いとか。そう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 。だから言えることだ。でもなんか、ね、花輪くんとかもさ、うん、やっぱさ。うん、かっこいいじゃん。なんか、うん、ナイツってかっこいいじゃん、やっぱり。漫才をさ、うん、ずっとやってきて浅草背負ってさ、うん、理事、幹部とかにもなってるじゃない、漫才協会の、うんうん。そうだね。で、ここへ来てさ、うん、また、審査員やってたりしてさ、うんうん、じゃなんか、俺はさ、うん、なんか、そうなりたかったんだよ、うん、俺。2008年とかって。はい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 。なんかわかるでしょ？うん、わかるわかる。うん。俺こんなに、うん、さあ、タイムは何秒でしょうかって毎日言ってるからね、俺。いや、毎日ってことはないでしょ。いや、マジで。毎日って、毎日なことないじゃない。うん。それも審判だ、審判。毎日いや、春日は、多分、うん、うん、なんだろう、もうさ、うん、スナイパー、傭兵として、ゲリラ兵として、いろんな番組にパネラーとして出るじゃん。うん、プレイヤーとして。まあまあ、呼んでいただいたり、そうね。だから分かってないよ、俺のスケジュール。うん、本当に、うん。さあ、集計中でございます。うん、さあ、得点出ました。それでは、まずは、うん、バラエティーチームの得点はこちら。この毎日だからね。そんなことないですよ。いや、思い当たるに1個やそれ。本当に、本当に。いや、俺は、本当、2008年とか、ナイツとかになりたかったんだから。うん、ああ、まあまあ、ね。わかるでしょ？わかる。雰囲気、俺の、うん。あと、石田くんとかみたいな。はい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 。うん。ネタとかね。うん。うん、ネタ、だからなんか、地味な、まね、地味な性格なの。やっぱりね、うん、サンマルクドトールでね、しかもね、花輪くんとかみたいにね、短時間でいいねとかパッてかけるタイプでもない。時間かけるタイプで。はいはいはい、はい。で、うん、この間さ、ズカがさ、うん、今日も言ってたけど、ラビットでさ、うん、ドリームマッチで石田くんと俺で漫才やったやつがね、うん、もう12年ぐらい前なのかな。ああ、そうかもね、2000。その、東京ホテイソンのショーゴが、うん、ラビットで紹介してくれて、へー、悟空とベジータが漫才してるようだったって、しかも中学生ぐらいの時見てんだって、恐ろしいよな。それを中学生ぐらいに見てた人がもう売れてんだぜ。いや、ほんとよね。一緒に出てたりするからね。一緒に出て、俺それで、うん、ホテイソンと何度もしくじりで共演してるけど、うん、その、ショーゴそのそぶり全然見せてこないからな。で、粗品くんにも言ってもらった時あるもん。ドリームマッチのネタがっつって。あ、じゃあ世代に。だから世代が十何年見てて、前に見ててって、うん、もう売れてんだぜ。そうよ。だから影響を与えてるってことでしょ。世代に、第7世代に、影響を与えるってる人だったってことよ。そうそうそう。でさ、ね、それで、なんか、俺それで、なんか、うん、それで、ドリームマッチから石田くんとネタ作った時が、うん、信じられないスピードでネタ出来上がったのよ。おー。もう、石田くんとやりますってなって TBS の会議室で、うん、初めて会ってすぐ。うん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 。うん。うん、早いよ、もう。うん。バーベキュー。え？あ、ネタの題材が、ね、バーベキュー。はいはいはい、はい。バーベキューにしようっていうのは決まったら。決まって、もう一瞬で決まって、で、お互いボケを持ち寄ってこよう、次までに。うんうん、つったらもうほんと、うん。うん、それだけで20分ぐらいの漫才ができちゃって。どうやって削るって話になったの、もう、ボケを持ち寄って。2回目ぐらいでできちゃった。うん、だから本当に石田くんとだったら俺の20代どんだけ楽だったかなと思うよ。石田くんじゃないやつと組んでたから。おい、なんちゅうこと言うんだよ。私と井上くんどうしたらいいの、そしたら。いや、だから井上くんも、やっぱり M1 チャンピオンのツッコミなの、まあね、漫才見ると。うん、すごいんだよ、声質とか、カーンって行く感じとか。うんうんうん、うん。でもなんか、井上くんも言ってたよね。うん、あれ、それ若林もよく言ってくれるし、うんうん、板倉さんもよく言ってくれるんだけど、板さんが、うん、なんでみんなそんな、もっとすごいって言わないんだろうな、つって。
井上くんのツッコミって。確かにね。うん。うん、井上くん褒めてる人あんま見たことないもんね。で俺山ちゃんとやっても打ち合わせなしで、うん、できるから。あでね。うん。でも、春日は、春日で、うん、その、花とか、その、キャラクターとしての、うん、その、なんだ、五角形で言うと、うんうん、のなんだろう、キャラのところが、はいはいはい、ずば抜けてるでしょ、ここが。うんうん、だから、春日のオーダーメイドを作るのに時間かかってて、かかってる。なるほど、なるほど。へーへーへー。わけじゃん。うんうん、でさ、うん、思ったんだけど、うん、なんか、もう、うん、いたこ以上の漫才って、うんうん、できないのよ、オードリーって。え、そうなの？うん。いや、それはだから今は、うん。そのね、うん、一番いい、うん。かもしれない、そのマックスかもしれないけど、それを更新をされていくんじゃないですか、うん、いや、下請けがなんかそんな意見言わなくていいのよ、別に。誰が下請けよ。え、じゃあ俺が下請けなの、うん、じゃあ。いや、それ下請けさ、上下なんかないじゃん。確かにいただいてるね。え、うん、同じラインに並んでんの？その、き、あ、その、なんだろう、トップダウンで言うと。いや、同じラインというか、うん。だから、そういう、まだ、更新をされていくんじゃないんですかっていうね。どうなんですかっていうことよ。されるとしたら、8年後ぐらいだと、うんうん、ああ、8年後か、50。で、うん、思ったんだけど、50ぐらい。思ったんだけど、うん、ずーっとイタコで漫才の、ま、番組出てればいいんじゃないかなって思ったの。もうあ、そういうこと？うん。なるへそ。うん。はあ、はあはあ、で、なんか、なるへそ。やっぱ新しいの見たい、新しいの作ってるっていうのがあるんだけど、うん、分かってんのよ、イタコを超えない。で、あの、イタコがどんだけ超えれないかも分かってんの。なるへそ。うん。なるへそ。で、なのになんで、ちょっと、うん、ちょっとし、ちょっとイタコより、ちょっとクオリティ下がる。やつを作んなきゃいけないんだろうなって思うんだよね。ああ、確かに、うん。モチベーション的に確かにそうだね。そうなのよ。それで、うんうんうん、ちょ、俺、このラジオで喋ったっけ、あの、ですよさんって、うん、あの、ですよさんがちょっと変わってる人だって言って、激レアさんにですよさんが出て、うんうん、海外とか、うん、結構すごい行ってたりするっていう話で、うんうんうん、で、ですよさんが、なんかネタやりますってなったら、うんまたあの、ヤドカリを見つけたんですよって、チョココロネだったんだよって、俺この話したっけ？チョココロネだったんだよって聞いたことあるでしょ？あるある。で、それをね、図鑑にね、うん、あれなんで、あの、なんか、絶対チョココロネのやつやるじゃんって、うん、あれなんなのって聞いたら、図鑑が言、うん、あの、聞いたことあるらしいんだけど、うん、ほうほうその、落語家さんで言う芝浜を練り上げるじゃないけど、うん、そのチョココロネ、ヤドカリを、うんもっと更新していくってことで、あれしかや、あれを更新していく、だからなんだろう、古典として、あれの最高得点を人生で出していくってことで、だから、チョココロネだと。すごい、じゃあ、10年前のチョココロネと今見たら、なんか変わってんのかね、その、なんか更新サービスのね、バージョンアップしてるというか。でも俺、面白くなってるのかな。でも、だからみんなが新ネタ書けるから、うん、テレビ見てるお笑いファンも新ネタが見たいから、うん、当たり前になってるけど、まあまあ、落語家さんで言ったら、うん、ない話じゃないのよ。確かにそうね。うんうん。この話を練り上げていくっていうのは、何度も書けて、うんうんうん。それはそう。で、ジョイマンがしくじり先生来た時に、うん、俺も、内心、いや、わかるなーって思ったんだけど、うん、なんか、ジョイマンを、うん、なんかなんとかしよう。うんうん、っていう企画で、へいへいジョイマンが、なんか、うん、ジョイマン、うん、テレビで帰り咲こうって、心底思ってなさそうだな。でも、企画に来た感じだなって思ったけど、うんうんうん、言えないじゃん。うんうんうん、で、なんか、あの、メカジョイマンとか、新しいやつを作って、うん、あの、ノブコブの徳井くんにボロクソ言われてて。だけど、ジョイマンで、ついに、うん、その、なんか、やっぱ噛み合ってないの、企画とジョイマンが。うんうんうん、ジョイマンから、うん、テレビで再ブレイクしたいっていう、波動が感じなかったの、うん。でも言えないじゃん、企画上。まあまあ、そうだね。したら池谷くんがはっきり言って、うん、営業で地方で、絶対受けるんすよ、つって、ジョイマンのネタ。受けるだろう、ね。で、わかる、うん、ビッグスモールってそうじゃん。まあそうだね。そう。うん、いや、ビッグスモールって、滑ってんの見たことないのよ。うん、で場が、お祭りであれ、結婚式であれ、
え、ショッピングモールであれ、うん、ただお笑いライブだけ滑るの。滑るね。それはお笑いマニアが見たら、うん、面白くないんだろうね、滑ってるってことは。でも、まあうん、俺とか春日とかってそれを目の当たりにし続けてるから、うん、すっげーなってマジで思ってんだよね。思ってる。前説とかでも外してんの見たことないしね。うん、そう。で、受けるところじゃなくて盛り上がるから、やっぱね。で、言ったら足りない二人のテレビでやってたシーズン、うん、全部、あの、ビッグスモールンが前説で、100% 盛り上がる。ああ、盛り上がるよね。100% 盛り上がるから、うんうんうん、だけどネタライブ呼んだら、全然笑わないよ、お客さん。だからさ、そのパイがさ、はいはいはい、あってさ、うん、新しい、さ、うん、新しいパイだと、滑らないってことで、うん、ジョイ、で、ジョイマンも多分そうなのかな。まあ、そうだね。だから、それで楽しんだ人生があって、うん、池谷がついに言っちゃったんだよ。うんうん、で、俺分かるなって思って。はい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 、だから、うん、でもそれで良しとしないのって、やっぱテレビ畑のスタッフと芸人なんだよね。うんうん、なるへそ。うんうんうん。だから、ですよさんは、うん、そのなんだろう、100メートルのタイムを縮めてる人、うん、アスリートみたいに、チョココロネをやってるとしたらだよ、うん、でも、俺なんかわかんの、その感じ。うんうん、その、ですよ1グランプリみたいのがあって、うん、トップバッターですよが出るの。うん、したら審査員席も一つで、ネームプレートにですよって書いてあって、ネタ終わったと座って、うん、80何点とか90何点とか自分で出して、うん二番手も、あの、えみくじ引いたら、ですよが出てきて、うん、ですよがネタやって、ネタやった後に、その点数を上回るか下がるかってやってく、ってことしか、ないってことだよな。まあ、だから、100点を、目指して、ずーっとやっていくってでしょ。100点が出ない限りは、終わらないわけだもんね。だから、でも出ないんだろうし、ね。で、例えば、うん92点って出たとすんじゃん、うん、それはですよさんが出すんだけど、うん、でもそのマイナス8点分を聞いたらどこなんですかってことがあるのね、うん、そしたらさ、うん、そうのとこのそうがとかなのかな、うん、いやでもそうなんじゃない我々には分からないそうの微妙な言い方とか、うん、指のこのスピードとかさそうのそうでいくのか、うん、そうでいくのかとかなんつうのえそれってさあの、うんトゥースとかでもあるわけ、うん、アパーとかでも。なんか自分の中でいいアパーだったな、ダメなトゥースだったな、とか。ああ、全然あるある。それはあるね。あ、やっぱあるんだ。よく考えてみると。ああ。これはおざなりのアパーだな、とか。え、うん、そうなの？うん。これはなんかこの、やらしい気持ちで。ああ。ここでアパー入れたら、ああ。うん、いいんでしょ？受けんだろうな、ぐらいの感じでやってるから、その、もともとアパーも、まあ、トゥースはアメフトもかっこいいだけど、アパーなんかは、そのね、魂の悔しさでさ、トレカなんかでね、失敗してさ、んで、クソっていう気持ちのアパーだから。ああ、うん。だからなんか、本当になんか、ハローとかって、そうだと思うのよ。うん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 、あの、もう、うん、なんだろう。うんハローって、うん、そのに昔の人間と人間がさ あったりさあった瞬間さ、はい、うわーとかあーくらいから始まったと思うのよあーが変化してやろうからどんどんそれがアッパーなわけでしょまあでもそうだね別に意味はないから、ね、言葉自体にだってその漢字とかでさ別に表せないじゃない、うん、その上が下の言葉を飾ってるとかじゃないじゃない、うんじゃないじゃない。うん。もう、アパっていうなんか音で。あと、パの、うん。まあ、並びの、うん、うん。たまたまそれが並んだだけで。漢字とかにできないんでしょで、まあ、できるとしたらできるまあ、で、やろうと思えばね。うん。安い波みたいな字かな、やっぱり。安いかも。アンパーか、それか。うん。それ、やっぱ、アはその、アジアのアとかなんじゃないああ、ハ、うん、パはやっぱ波だよね。あ、合ってんじゃねうん、やっぱ、あが違う。ちょっと、じゃあ、うん、今、一応やってみて、アパー。それで点数聞かして、それで。はいはいはい。うん。アーパーあ、これだと何点のアパーなの春日の中で。94だね。俺なんか、うん、もっと40点台ぐらい。いや、低いな。今の94点なの？でもその6点が難しいからね。なんなの6点は？やっぱその気持ちよ。あ、気持ち。もう別に今悔しいことなんかないわけじゃない。
はいはいはい。うん。はい、振られたから、はい、その、やっただけで。はいはいはい、それだけの点数。あ技術点だけ。あそう、うん。じゃあ、気持ちを引き出すよ、俺が。今？うん。今はなかなか難しいけど、なんか悔、チャレンジして、なんかダメとかじゃないからね。悔しいことを言ってみる。なんかそれは仮にだけど。うん、ああ。カズラさん。うん、3月いっぱいをもって、うん、スクール革命、降板です。あーばーい！これだと何点なの？これ98ですね。え？俺、40点台だと。いやいや、低いな。なんで見積もりいつも低いんだよ。今のはさっきのやつと明らかに違うでしょ。気持ち入ってるじゃない。わかんないよ、見た目に。なんかこの。4点分 ?4 点分は。なんかこの、なんか、反り上がりというかさ。あからのこの、ブワーっとこの、上がっていく感じ、なんか、ね、沸点までこうさ、わーっといく感じがあったでしょよ。そういう描き方じゃないといけないの。あからパニかけて。そうそう。ちょっとグラフで書いてよ。あの、グラフをこちら、アーパーって書いて横軸を。で、縦軸は声のボリュームで、うん、テンションの、あの、引くからこうで、グラフを書いて、どうやって上がっていくのが、あからパニック。やったら。テンションが、今グラフ書いてくれてますが、はい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 、始まりはそこから、ね。スタートはこうでしょ？ゼロのとこから、ここからやっぱり、やっぱパーのところが跳ね上がるんだ。いや、跳ね上がるよ。こういうこと。その跳ね上がりが跳ね上がれば上がるほど、うん、何、うん、いいアパーなの。そうそう。だから、こう、なんつうのかな、この、うん、下からこの、せり上がって、なんつうのかな。うん、一回こうで、あべ、あで一回こう潜って、うん、でそっからぐわーっと行く感じ。あで一回落ち込むからね。うん、悔しさで、あってこうさ。でも今、あべって言ってたのが、うん一回、アベって、それ何アデ、アデ。ナゴンのいやいや、なんでアベちゃんの話すの急に。一回、アベちゃんに、なんでアベちゃんの話すの。いや、言ってちょっとチャレンジする。アデ、アデ一回こう沈んで。一回、アベで沈まなきゃいけないやつ。ナゴンのアベ。いや、アベでとは絶対。今、アベって言ってたって。言ってな、アデよ。ちょっとチャレンジさせて、これはちょっと久しぶりに。いやいやいや、これはさすがに言ってないって。言ってたと思うんだよな。うん。うん。うん、いや、俺、言ってた？ちゃんと。あで、うん、あで一回沈み込んで、パーで上がれば上がるほど。パーの言いながら、ぐわーっと上がっていく、うん。ちょっとチャレンジさせて。うん。あべで。せり上がって、なんつうのかな、うん、一回こうで、あべ、あで一回もう潜る。すまん。いやいや、ちょっとあべちゃんの話してた。あべちゃんの話してたじゃん。やっぱ春日に憧れて原因になったっていうね。ところがやっぱあるから、私の中に残ってるから。俺さ、でもさ、うん、こないださ、うん、あの、春日選手権やらせてもらったじゃん、バチクル踊り、はいはい。で、思ったんだけど、うん、あれはやられたって思ったんじゃない？俺、あれが正しいんじゃないかなと思った。うん、平子さんの、うん、トゥースを、うん、まとめた後、うん、投げてたじゃん。いやー。いや、そうだね。あれは、あの、うん、どう思うの？なんか、本家としては。でも、その手があったかって思うよね。それも連続。ザコシタインもそうだし、バックで。マサノリさんも、その手が、そうやる、そうか、春日ってそうだよね。でも、それって、うん、すごく、うん、芸人として、うん、素晴らしいと思う。どういうこと？急に。なんだろう、うん、自分で突き詰めすぎても壁にぶつかるじゃん。うん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 、で、一回、客観的に、赤須賀も見れたわけじゃん。だから、一回違う人の芝浜を聞きに行ってみようっていう。自分もやってるけども。そうそうそう。自分で、なるほど。視野狭窄に陥ってるかもしれないっていうことがあって、うん、いい芸人としては、すごく、うん、素晴らしい姿勢だよ。でも、もしかしたらさ、うん、ちょっと、ね、ヒルナンデスとかでさ、まとめてさ、はい、トゥースを、遠くに投げることもあり得るってこと？まあ、そうだ、すぐにはやっぱりないだろうけど、うん、夏ぐらいにあるかもしれないね。ちょっと時間が経ったらね、うん。今やっぱ平子さんのっていうのが、うんうん、ちょっと記憶に新しいからね。
平子かすが。ちょっとまとめてから投げてもらえる？ちょ、それで点数聞かせてもらえる？そうそう。で、まだまとめて投げたことないんだよね。見ただけで。ないね、ちょっとまとめて投げて。ちょっと、うん、トゥースもあるんでしょ？いいトゥースと悪いトゥース。もちろん、もちろん、やっぱり。うん。どれだけ乗ってるかどうだったから、気持ちがね。うん。まとめて投げる。うん。トゥースはぁ、うん、おぉ、あ、でもそうか。うん。トゥースって左手って言ってたから、そうなんだよね。なんか投げるときに迫力がないね、うん、なんかが、そうなんだよね、うん、うん、左で投げらない。持ち帰ればそういうことか。トゥースってやって左手でこうやってまとめんの？うん、普段こう横、なんつうの、この両手ではまとめれないの、うん、なトゥースがどうなってんの？気体になってんの？水蒸気っていうか。気体みたいなもんだね。ここのトゥースの塊が。トゥースって指の塊に気体みたいにぼやーっとできる。そうそう、指のあたりに。それをまとめてんの？それをこうまとめて、うん、それはなんかこう締めてる。あ、まとめて、拳の中に入れてるんだ、うん。そうそうそう、締めだからね。こう締めてる感じ。それで一回、それで持ち帰れることはできるの？セットポジションに入るとか。てか、振りかぶればいいんじゃないの？グローブの中にボール入ってることも。ああ、こう、そっか。グローブ、ボールもな、確かに左で取るしね。うん、グローブ左だから。で、一回振りかぶればいいんじゃないの？そのまま。ああ、そういうことか。で、その時に、パ、うん、ーってまとめた後、ま、た上にまとめて、こうした、このまま振りかぶっていっちゃえばいいの。うん。そうだね。で、もう一回トゥース出せばいいんじゃないの？投げるときに。だって、期待で。なるほど。トゥース、うん、トゥースってやるし、俺はわかんないけど、うん、ここに期待ができるんですよ。期待があるよ。で、それをまとめる。で、まとめたときになんか動き的には、こう、うん、上にまとめ上げて、そのまま振りかぶった後、後、はいはい、投げると見せかけて、うん、トゥースって。あ、もう一回？だって、入ってる成分は。そう、右手に持ち帰ったら、変わらないじゃん。うん。そういうことか。うん。そうか。うん。ちょっとやってみて一回。うん。はいはい、うん。トゥース！トゥース！くだらねえ。あ、これだ。何点？これは、限りなく100に近いね。あ、40点台だと思う。なんでだよ。厳しいな。春日に厳しいな。春日のギャグに対して厳しいな。ああ、これは、そうだね。一つの到達点だな。でもやっぱ、平子さん袖に投げてたのが面白かったよね。引き取らせるんだよ、だからね。あれで、うん、それぞれの春日って違ったよね。マスノリさんだけ、あーってたもんね。そうだね。あんなにやったことないもんね、春日。やったことない。あーってずっと言ってるとかって。いや、あれはあれで一つの可能性だからね。うん、他の人にもやってほしいよね、春日、うんうん。逆にその知的な方の人っているのかな。あー、なるへそ。誰がいるかな。もうでもベストメンバーだったよな、あの三人でも。うん。いや、ほんと見たい三人だった、ね。見たい、春日が見たい三人だったよね。うんうん。うん。だね。うん。あと、でも、だから逆に名古屋の安倍ちゃんは春日に憧れてたわけだから。なるへそ。春日をよく知ってる、うんうん、人にやってもらうっていうのも確かあるかもね。そう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 。んで、それは確かにそうだ。それはちょっと違うぞみたいなこと出てきそうだしね。そうだよね。春日を誤解してるみたいなさ。でも、安倍ちゃん下手そうだね、春日。で水田くんとか上手かったからね。まあ、いやー、そうだね。水田くんはやっぱり、ヘをね。うん。ヘを中心に。ヘをすごい回数増やしてやってたら、春日も検索ちゃんで回数が増えてたっていうね。やっぱね。事件が起きてたから。いいなと思ったからね。さあ、ということでやっていきましょう。日霊プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい。日霊、日本食売、サミー、井出光興産、楽天カード、種の滝、AK レーシング、JA 全農、日本 FP 協会、サイバー大学、AU 自分銀行、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。
をキーステーションに全国36局ネットで放送中。オードリーのオールナイトニッポン聞こうぜ。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン春日に学べ。もうね、きつくて。きつい。うん。ほう。禁煙してるんですよ。あ、そうですか。うん。ほう。電子タバコね。アイコスを吸ってたんですけど。あ、もうどれぐらいですか ?1 年ぐらい?いや、あのね、そう、うん、それでね、いつから俺は、電子タバコ吸ってんだろうと思って思い出してみたら、明日の足りない二人の1ヶ月ぐらい前に、さよなら足りない二人やったら、うん、もう、やることあるわけねえだろうと思って頭がわーっとなって、うん、でもスケジュールは忙しくて、うんうん、ストレスがマックスになって、うん、しくじり先生の1本目と2本目の間に、しくじり先生のジャージのまま、赤坂のコンビニでアイコスの本体と、あれを買ったのが最初だったんですよ。で、いただいたね。ラジオで言ってたんで、なんでやめようと思ったかっていうと、里光と、うん、あれはなんていうんだっけ、アマゾンオーディ?オーディブル?オーディブルでね、二人でラジオやってんの。うんうんうん、で、俺全然、なんか始まりますって聞いて、里光とだったら気軽に話せていいなとか思って。うんうん、なんかM1 の話とかもさ、うんうん、なんか、春日とするとさ、うん、なんか、執着してない方がかっこいいみたいになるの嫌で、もう絶対話さないって決めてて、うん、俺。あ、そう。里光だったら喋れるな、はいはいはい、みたいな、感じになってて。うんうんうん、でも、この間、4回目撮った時に、うんうん、今日で終わりですって聞いて、びっくりしたんだけどね。あ、そうなの?蓋開けたら全4回だったっていう。俺なんか結構月に2本ずつ撮っていくもんなのかなと思ってたら、うんうん、全4回だったっていうことを決まってたんだね、もうね。知らなかった、びっくりしましたよ。なるほど。で、それで、それにメールが来てて、うん、なんか俺がなんか明日の足りない2人が終わったら辞めるって言ってたんだって、このラジオで。へぇー。電子タバコ。ああ、そう。で、やめれましたかっていうのが来てて。はい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 、で、結局本編では読まなかったんだけど、うん、なんか、悔しくてさ、うんうん、それ読んだ時に。ああ、はい、はい。うんうん、まだ言ってたんだ、そんなことと思って。うんうんうん、もう、じゃあやめるよと思って。それ読んだ瞬間。なるへそ。うん。ほうほうほうで、うん、昨日から禁煙してるんですよ。あ、昨日なんだ。うん。え、それラジオがあったのはいつなんですか、うん、ね、ラジオがあったのが2週間ぐらい前、うん。結構前だな。ラジオでそれ見た瞬間じゃないんだ。2週間のその間何だったの、どうしようかなみたいな時期。やめようかな、どうしようかなみたいな。迷ったんだね。うん、そうそう。うん、2週間。でもまあまあやめると、うん。もうやめるって言ったんだったらやめようと思って。でも、はいはいはい、思い出したんだけどさ。うん、一回さ、20代の時、キサラ出てた時にさ、うんうんうん、俺タバコ吸ってたじゃん、その時。うんうん、で、屋上に行って、一部と二部の間吸ってて、うん、ある日屋上に行ったら、なんか火種だけがポーっと赤くなってるのが見て、近づいたら春日だったことがあったのよ。うん、春日、あれ春日ってさ、うんうん、あの時何タバコ吸ってたの？まあそうだね、始めたというか。何だったのそれって。あれ何だったんだろうね。なんかわかんない、別に。いやでも、タバコ吸った方がやっぱかっこいいんじゃないかっていう。え、だってもう20代後半じゃなかった？ 25、6 ぐらいだよ。今一部ね、うん、持てないな。俺それで屋上で、うん、で、もう、意識がないじゃん。二十歳の時から春日が吸ってるの一度も見たことないんだよ。はいはい。ある日ショーパブで、なんともなんねえなあ、まあ、腐ってるから、その頃は。うんうんうん、屋上なの、新宿のさ、あそこのな。うんうんうん、そしたら赤い火種が見て、あれ誰だ、うん、先輩から、モノマネ芸人さんが近づいたら春日が吸って、うん、俺それ見てタバコやめたから。なんでだよ。出せえなと思って。出せえつ。あんな出せんなっつってタバコ吸ってるのって、客観的に見ると。なんできっかけになってんの。それで何何週間か吸ってたの？何週間、どれぐらいだろうね。でもしばらくは、うん、そんな数はね、
いけないよ。やっぱ、じゃあさ、むつみ草とかでも吸ってたの？もちろん吸ってたよ。いや、俺それ、なんでさ、そういうの隠れてやるわけ？好きなんでしょ？隠れてなんかやってるの、やっぱり。でもそれもさ、なんか言うことでもないしさ。でも家系だよな。俺、滑らない話でも話したけど、高一の時泊まりに行った時さ、お前んち。ねえ、寝ようとしたらさ、二人で、春日の部屋で二人で寝ようとしたらね、あの庭先からこう、ぼやーって、オレンジの、がこう、点、光ったり、はいはいはい、火の玉じゃないですか。夜ね。行ってみようっつってな、二人で、あの、行ったら、おばあちゃんがしゃがんでタバコ吸ってたんです。知らなかったからびっくりしたけど、ね。俺この話だけで滑らない話してるから。しかも2週目で。何してくれてなんかどうしても喋りたくて。なんでこんな、そんな話松本さんとか、小籔さんとか、大輔さんに。いや、やめてくれ。本当にあの曇りガラスだったの。春日のあの、古い家、まあ、今の家より古い家だったから。曇りガラスだったから、なんかぼやーってなって、本当火の玉みたいに見えたのよ、あの、暗くしてたら。いやいや、本当に本当に。何俺も見たことないよ。そうか、二人でな、夜ガチャって言って、怖いって言ったら、おばあちゃんがしゃがんで、キャスターマイルですって。よっぽど怖かったっけ、そっちの方がね。火の玉とかの方がまだ良かったよっていうね。人差し指外したもんな、口の前に俺たちの腕で。恐ろしい、怖い話だよ。俺だから、最初はだから、その、あの実の人間じゃないのかなと思ったもん。それ見たとき。そのばあちゃん自体がと。うん、そう。いやいや。それは存在はしているのよ。全部存在してる。それはってか、全部存在してるの。タバコも。あ、そうだね。ばあさんも。え、それで、じゃあ、あの、ほら、芸人がいるライブの楽屋とかでは吸ってなかったじゃない。あ、それは吸ってなかったね。めんどかったんだろうな、始めたのかって。なんかいじられたりするのがね。何吸ってたの、銘柄は。何だったっけかな。いや、それこそわからんから、いろいろ言ったと思うよ。知ってるやつから。俺、これ誰にも伝わんないと思うけど、春日がタバコ吸ってた時代って俺からしたらめちゃめちゃ面白いのよ。いやいや、まあ、そうだね。里光も知らないでしょ。ない。いや、そう。里光もめっちゃヘビースモーカーだったからね。ああ、でもそうだね。それは覚えてんだ。最初の頃ね。里光って、やっぱちょっとやばいやつなんだよ。何がよ。で、今は、まあ大丈夫だけど、もうね。本当このラジオで話すのもギリよ。風邪薬ラムネみたいに飲んでたんだから。出会った時。あ、そう。26くらいの時に。もうだから習慣になって、風邪薬飲んで、まあブラックコーヒー飲んで。俺だからラムネ食ってんのかなと思った。なんかその、海外のラムネなのかなと思った。だって、ファミレスってさ、なんか本当もう26くらいで出会ったばかりの時、しょうもない話してんだよ。なんかこうでこうしたら、本当手におもむろに風邪薬出してさ。そうね、瓶かなんかね。そうそう、ドリンクバーのさ、なんかオレンジジュースかなんかで、あ、ブラックコーヒーみたいな。ブラックコーヒー。で、それで、それ何なのいつも食べてるやつって聞いたら、あ、風邪薬っつって。それダメ、やばいんじゃないっつって。その時は知識ないじゃん、二人とも。で、大人になってから調べたら、やっぱあんだって、そういう風邪薬飲んじゃう人みたいな。もう癖になっちゃって。それであれだよ、奥さんと付き合い始めて、奥さんが風邪薬隠すようになってやめたんだ。はぁ。ね、これあんま言っていいか話か、昔は昔だけど、里光タバコ吸ってた時なんて、あの、喘息持ちだったから、喘息の、いい喋って、喘息の、なんかこう、何、期間が、なんつうの、こう、広がる薬、飲んだ後にタバコ吸ってる。どういうことなんだよ。薬に失礼だろ、それ。恥かかすなよ、薬に。それで、まあ、言っていいって、言ってたもんね。若林、これ本当、誰も言えないんだけど、その時のタバコが一番美味しいんだよね、つってたよ。お前、やばいよ、もうやめろ、お前、それ。ああ、もう訳分かんない。タバコやめろ。絶対でタバコやめたけど。それ一時期ちょっとおかしいな。だからちょっとだからなんかハマるとやばいやつな。ああ、でもそうなんだ。パチンコとかも一回行き始めたらやばいから。ああ、そう、ちょっとガーッと行っちゃう。でも、それでも20代の時やめて。やめられるのがいい。今の里光になって、本当に。ああ、そう。そう。でその時じゃあ銘柄を誰人知れずだ。じゃあコンビニとかで買ってむつみ草で吸ってみたりしてた。そうね、なんとどういう何がいいんだろうみたいな。だからそのピアニッシモみたいな時もあって、やっぱ細いタバコの時も。
細いタバコの時なんかちょっとわかんない。細い泡って。今聞かないね。なんかそれ細いタバコ吸ってるっていうイメージ。うん。なんか女王様とか吸ってるようなさ、イメージは。細いタバコ吸ってるよなと思って。女王様的な人って。それでもなんかコンビニとかでピアニッシモくださいとか言って。まあ何番何番くださいみたいなこと言って。吸ってたんだ。あとだからホープとかさ、短いやつあれなんだ。ホープなんか強いだろ。いや強く、強えんだな、これ短いしなんか。安いけど。いやいやいや、フィルター付きじゃない、はいはい、あれだから今も売ってるよ、売ってんのかな、はいはいはい、なんか安いじゃん。はいはいはい、人は二箱で売ってんのか。はいはいはい、なんか二箱ってお得だな、みたいな。まあ、そんなんよ。それでもう人知れずむずみそうですって、うん、吸って、うん、あつけてないテレビに映ってる自分見てみたいな。いやそうだ、だから窓からちょっとねちょっとだけ開けて肘だけ出してさ、うん、そうカッコつけてね、モテんじゃないかと思ってさ、あタバコ吸ったら、そうそうそう、かっこいいと思った瞬間があったんだろうね。うん、よっぽどだからモテなかったからさ、はい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 、ね飲み会とか行っても、はい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 、やっぱ吸ってたらしたらモテるで、やっぱ全然変わんないねそんなんね。ああ、うん、である時なんかやっぱり朝起きたら喉が痛いじゃん、うんうんうん、やめようと思って、はい、喉が痛くて、ね、成果が全然出てないから、はいはいはい、タバコを吸って喉が痛いっていうね。俺このラジオでも吸い、あの電子タバコ吸い始めの時話したけど、うん、あの分煙の時代が来て、うんうんうん、ライブの楽屋で吸えなくなって、建物の喫煙所で吸わなくきゃいけなくなって、うん、ハイハイの上田さんと岸くんと喋んなきゃいけないのが嫌でやめたのよ、うん、当時はね、うん、いやそれ今もなんだけど、いやなんでだよなんでだよって、いらんだろそれ、私がせっかく当時って言ってんだからさまあ当時よ、本当に。当時ね。今は別にないけど、うん、はいはいはい、そういう時代が来てっていうね。ああ、うん、その時代か、その時期か。はいはい、うん、だからタバコは良くないなっていう話。そういう話なの、うん、いや、禁煙のもっと聞きたかったんだけどな。方法とか、今辛いのかとか。うん、それはちょっとね、隠れて。バレたくないから。教えてくれよ。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。さすがに学べ。ちょっとさすがにもうちょっと喋ってくれって言われちゃって。ああ、はいはい、ここはあんまり良くないよみたいな、うん、ダメなんだね。そうそうそう。そうかそうか。何を背負ってるわけでもなくね、別にそうやって終わる予定じゃないけど、うん、春日のピアニシモがあまりにも面白くてちょっと。でもそれやめようって思った日があったわけだもんね、カズガンも。そうだ、別になんかでっかいきっかけあったわけじゃなくて、だから本当に、いいやみたいな、ずーっとやっぱいてんだな、喉がな、つって言って、で、なんかちょっとだから立ち止まったぐらいだじゃない、朝起きて行ってし、持てねえし、なんの金、お金もかかるしね。持てないしね、あと別になんか、うん、ネタ浮かばなくて気分転換もしなくていいしね。うん、そこまでは考えてないんだけどね。あ、ネタ書かない方だったな、と思ってやめようじゃないのよ。そこまで振り返ってないんだけど、もう、もうなんか、もういいや、持てない、持てないし、喉痛いからでやめたの、ね。喉痛いから、その割にね、やっぱ結果が出てないから、あんまいいや、と思って、やめた感じだけど、ね。俺も、だからその、うん、キューバ行ってから、たまーにハマキは吸ってたんだよ。うん、その、一本グランプリとか、さよなら足りない二人とかみたいな、うん、あとは、うん、吸っていいみたいなことにしてて、うんうんうん、で、ハマキをプレゼントしてもらったり、ね、はいはい、あったね、その時期ありましたね、うん。その時期あって、うん、で、だからそうだよ。それで、明日の足りない二人の前に、うんうんうん、いや、もう、いや、全部やったわ、さよなら足りない二人で、うんうん、って思って、で、わーってなって、買いに行ってでしょ、うんうん、それで、同じ。だから、その、電子タバコを知らないから、うんうん、ほぼすべての銘柄を全部買ったんだよ。ああ、なるへそ。で、それを並べて、写真撮って水ぐっちゃんに送ってさ、うん、お、始めたね、ついに、みたいな帰りが。で、来てね、最初に吸った時に、はいはい、全然別に、なんか美味しくないな、ハマキの方が合ってるかなと思ったら、トロピカルメンソールっていうのを、あの、公園の、うん、なんかこう、分煙のところ、エリアみたいになってるところで吸った瞬間よ、もう。うん、頭の中がパーって開けて、へー、あ、これはダメだなと思った。ストレス解消すぎるなと思って。へー、でもそれって一週間ぐらいしか続かないの。あともう惰性。
はあ、やっぱり新しい刺激だったから。そうそう、脳がね。バーッとなって、慣れちゃう、ね。あとはもう別にその感動はない。感動はないのよ。はあはあ、だからあれもさ、うん、俺と春日もさ、うん、初めてお笑いのライブ出てさ、受けてさ、うん、やれようと思ったけどさ、うんうん、そんな受けてないんだろうな。うん。受けてないと思うよ。うん。今思うと体感だとやっぱね、うん、初めて知らない人の前で、うん、お笑いのネタっていうのを、はいはいはい。やったから、うわ、めちゃくちゃ受け、やっぱめちゃくちゃ、うん、一番受けたぐらいですよ、今までで。かつてが体感で言ったら。あの、うん、ライブの途中でコンビニにマスク買いに行ったからね。うん、あの、出るとき出待ちに、そう、とんでもない。囲まれちゃうってなって、こう、本当だから、ね。本当だから。結構序盤の方のね、うん、なんかその素人コーナーみたいな、ね、1分ぐらいのね、うんうんうん、で終わりまでに、うんうん、これは外を出たらうわーなるぞと思ってすぐ本当に買いに行ってるからマスクしっかりして出て、うんうん、もちろん誰からもね声かけそう当たり前じゃんそんなでもだから滑ってたら、うん、やってないけどだって、うん、芸人になろうと思ったらやったんじゃないからね一回ぐらい出てみたいねって、うん、そうね、お笑い好きだからお互いに、うん、あれだったから、うんうん、滑ったというかもう何の反応もなかったら、うん、でも多分今考えたら多分あれ滑ってるうちぐらいに入ってるねえ、ね、まとまった笑い声を聞くたのは初めてだから。そうね。でも笑いは起きたから、ゼロだったら、やってないかも。あ、これも偉い目にあったと思って。はい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 。あ、怖い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 って言って。やめてるかもね、すぐね。やってなかったと思うな。いや、それで、だから、うん、その、ね、うん。で、思うのは、電子タバコにしてから、うん不思議な現象が起こんのよ。なんつうんだろう。なんか、なんか、水口ちゃんに、俺が思ったことでこういうことあるって聞いたら、あるっつって、うん。水口ちゃんも電子タバコ。はいはいはい。電子タバコ吸ってるじゃん、喫煙所で。うん、したら、紙タバコの人が入ってきたら、うん、自分は電子タバコ吸ってんのに、うん、紙タバコ吸うなよって思うんだよね、電子タバコの人って。それなんだろ、煙とかそういうこと煙が、なんか強さが全然違うのよ。ね。紙の方が。でも紙吸ってる人は紙吸ってる人で、うん、プライドがあるんだよ。あの、ナチュラルなものを吸ってるっていう。はい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 。電子タバコの方には、私はまだいかんぞみたいな。的なことなのかなわからないけど。ああ。だからその思うもんね、歩きタバコ吸んなよって思って。ああ、それはね、確かに。条例で決まってんのによ。で、タバコ、電子タバコ、自分は歩きタバコしないけど、思うもんだし。なんか、髪の方はなんかちょっとストロングスタイルみたいな感じなんだ。なんか、髪の質の方が、はいはい、あの、この、だから半年ちょいの経験でよ、うん、あの、明日の足りなさりちょい前から、もうや、はいはいはい、昨日やめたからね、はい、俺ね、はいうん。この間の経験で言うと、うん、新幹線とかでもさ、うん、あるじゃん、その喫煙ルームがある、ね。で、今、ご時世だから、うん、端と端で二人しか吸えないようになってる。ああ、そうなのそうそう、一、うん、人の、なんか時代もあった。はい、コロナによって、ね。はいはいはい、はいうん。で、自分が電子タバコ吸ってるとするんじゃん。したら一人ブーンってって、髪の日は、うんあ、お前電子なんだ。俺噛めないけど、お前。って感じを出すよ、やっぱり。あ、そうなんだ。うん。ああ、なんかね。うん。もっとね、ガツンと。うん。うん。ストロングスタイルでいく。うん。で、一緒に。知ってない人からしたら、どっちもやめろよでしょ。いや、ほんと。どっちも言ってもタバコじゃねえか。喫煙室、はい、喫煙室ね、いる時点で。ああ、その、やっぱちょっと。で、匂いが全然つかないの、もう電子って、やっぱり。ああ、はいはいはい。だけど、髪はめっちゃつくじゃん。まあ、つく、つく、つく。で、そういうのとかもあるから、うん、髪タオすんなよ思うって聞いて、俺だけかなと思って来た思う思うって、水口ちゃんも言ってて。喫煙室、同じ喫煙室にいて、うん、タバコは吸ってんだけど、うん、その自分の体につくの嫌なの、匂いが。そう、だから、水口ちゃんも電子だから、うんうん、紙タバコにも絶対戻れないし、紙タバコ吸うなよ、匂いつくだろ、服にって思う。本当にお前も吸ってんだろ、だけどね、本当に。で、水口ちゃんと、だから電子タバコ二人で吸ってて、うん、紙タバコの技術さんとか入ったら、うん、チラッて二人で見るもん。紙かよ、みたいな。そういう小競り合いがある。なるへそう、うん。そんなんあるんだね。で、なんか、うん、テレビ局も、うんこうご時世でこうアクリルの板挟んで一人、うん、板挟んで一人みたいなみんな壁に向かって壁がバーって煙吸っていくみたいな、うん、喫煙室もでもさだから確認しないとさ、うん、だから、うん、びっくりされたすごいえ若林ってタバコ吸うっていろんな先輩に言われてもうでもそうそうイメージない、ね、であとまあさらばの森田君と会ったね喫煙室でいる、ね、そう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 かそうかそれであのだから、誰が、奥さんに隠れて、
テレビ局だけで吸ってるかとかがわからないから、名前出していいかわかんないのよ。毎週水曜日、ヒルナンデスの前に、加藤浩二さんと毎回一緒になるんだけど、その加藤浩二さんは、その、どう、大丈夫でしょ大丈夫なのそれ。で、なんかその、わかんないのよ。わかんないけど、今出しちゃってるじゃん。まあ、だから佐藤さんは言ってそうだよね。俺、いや、わかんないのよ。だから、やめたって言ってて。大丈夫、佐藤光よ。そういう人もいるから。うん、大丈夫なの？いや、わかんない。いや、でも、そういうのいるだろうね。うん。それはやっぱり、外だけで。そうなのよ。いつも、宿題、アンケート書いたりするカフェでも、うんうん、家が近いから、うんうん、奥さんに隠れてタバコ吸いに中英がやってくるのよ。うんうん、それはダメだ、言っちゃダメ。中英が本当に隠してるし、多分。隠して言ってないでしょ。あの男はさ、うん。うん。絶対バレてると思うよ、つって、ね。一発ギャグ考えてくるって家出てくるんだって。で、一発タバコ吸って、うん、帰っていく。まあ、バレてるか、わかってるか。でもさ、やっぱ、こう、アクリル挟んでるけどさ、うん、すごい連帯感が生まれてさ、加藤さんと一対一で喋れるなんてことないじゃん。うんうん、まあ、そうだね。だからさ、加藤さんがさ、あ、なんかニュースで見てくれたんだよね。うん、あれ、金ちゃんと、やったのどうだったとか言って、いや、こうでした。うんうん、塾、通ってるらしいですよ。やっぱり、やってるね、勉強はみんなね、みたいな話とか。なるほど。で、なんかこの極楽とんぼ時代のネタってこうだったんだよって話が聞けたりすんのよ。で、それ、ないじゃん。タバコ吸ってないと。ないない。そんなね、お会いしたとしても、うん、挨拶させてもらうぐらいのね。そう。で、これ、ね、その手で、ヒコロヒーがいて、で、ヒコロヒーが、いや、なんかスタッフさんかと思いました、みたいな話が、はいはいはい、なんか、できたりとか、っていうのが、うんうんうん、あるからね。あと、あ、設楽さんだと思って背中だけ見たら、うん、久しぶりに設楽さんご挨拶したいなと思って、うんうん、バーって入ってったら、うんうん、技術さんだった時あったよね。ああ、設楽さんの後ろにの技術さんがいるんだね。そうそうそう。っていう方もいるのか。あとコバさんともさ、コバさんは多分言ってるでしょ。まあまあそうじゃん。公言してるでしょ。多分したら、うん、あれ、お前タバコ吸うけ？いや、半年ぐらい前から始めちゃったんすよ。って言ったら、お前ほんと変わってるやつやな。って今から電子タバコ吸うやつっておらんで、つって。で言って、うん、それであれよ、里光とのそのアマゾンのね、ラジオ始まる前にメールで、俺はこの中がいいんだけどっていうので、うん、里光が選んだやつを見てたら、うんうん、あ、俺明日の足りない二人終わったらやめるって言ってたんだ。何よりリトルトゥース裏切りたくないって気持ちがあるから。なるへそ。うん。うん、まあ、自分のためというよりも。でも嘘だな、今の。俺、うん、インスタのコメント欄閉じたの、ろくでもねえ奴らだなと思ったからだからね。走ってるばっか連呼する、とんでもないつまんねえ奴らだ、これ。他のラジオ聞いてない人が聞いたら、どんなつまんないリスナーとやってんだよって思われるぞと思って閉じたんだよ。走ってる、走ってる、走ってる、走ってるが、もう何連続もして、こんな奴らが聞いてると思われたら、恥ずいぜと思って閉じたの。わかるでしょ、でも気持ち。まあまあ、わかるけど。ラジオ用語をさ、はい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 、みんなで使ってるみたいなさ、なんか、そうね、きついじゃん、うん。知らない人から見られたらね。そう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 。ってわかるけど。多分そういうの見る人も、うん、フォローしてる人がいるから、芸人さんの先輩とか。なるほどね。若林さん、あれなんだってすごい言われてた。ハスってどういうことみたいな。めちゃめちゃいじられてたな、みたいな。そうそうそう。ラジオ用語、嫌でしょ、ね、なんか、うちで固まってるみたいな。でもそれはいいんだけど、うん、まあ、ちょっとそういう言ってたならやめなきゃと思って。うん、でも、うんの電子タバコの二つケースを、うん、夜捨てに行って、うん、もう全部捨てなきゃいけないから灰皿から、うん、ベランダの、残っているタバコから全部捨てない、うん、もうゼロにしないとゼロにしよう徐々に減らしていくっていう方法じゃないんだね。それも絶対ダメじゃん。まあダメだって言うよね、うん、やめるならもうすっぱりと、うん、そうそうそう、うん、俺ねだからね、うん、最近すごいこれ変な話なんだけど、うん南原さんからいただいた本に心っていうのを人間が意識始めたのはいつ頃かっていう話が載ってて、うん、なんかこう、さ、物がさ、蓄積できるようになったじゃない、その、米とか作るから。はいはい、貯蓄というのは貯められることになったね。で、だから、貯蓄できない時は、うん、獲物捕らえたら腐っちゃうから食べなきゃいけない。まあまあ、その日暮らしみたいなね。うん、そう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 。はいはいはい。
だから、うん、未来に向けて貯蓄できることにより心って生まれたみたいな文章を読んだの。その時なんかね、その前には、だから心が、予定、うん、人生の予定が立ちすぎて、うん、心が、なんか、大きすぎるみたいなことを言わんとしてる人なの、その人、作者は。なるへそ。うん。だから、心なんてないんだって思うようにしてる、うん、滑って落ち込んだ時に。ほう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 。うん、そうすると、ないんだって思ったら結構ないもんだぜ。ああ、もう一個一個その目の前にあるものが、うん、こう、まあ、通り過ぎていくだけみたいな。春日みたいな、その意見で。確かにね。ああ、原始時代と同じ感じの賛成切ってたんだな。だから、電子タバコなんてないんだって思わなきゃいけないから、全部もう一気に捨てる。なるへそ。全部捨てて、灰皿から何から、もう、葉巻でプレゼントも全部捨てる。そうそう。で、ね、奥さんに、うん、俺、タバコやめるけど、うん、その間だけ申し訳ないから、蕎麦だけ食わしてくれって頭下げて。はあ、蕎麦はね。ニコチンパッドとか、あんな絶対思いが残るからダメなんだ、あんなの。ああ、うん、はいはい。だからタバコ、ね、タバコ どかしの蕎麦、うん、いい。なるへそ、そのぽっから空いたところに何かで埋めなきゃいけないと。うん、そう、だから、うん昨日の夕方夜、うん、今日の、昼とさっき言って、俺4食連続蕎麦食ってんだよ。行ったねうん、埋めてるねで、ほら、奥さんが蕎麦アレルギーだから、はいはいはい、蕎麦だけ食べないから、うん、ご飯作んなくていいけど、1週間ぐらいが山場だから、うん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 、ずっと蕎麦食べさせてくれる。なるへそ。蕎麦があればやっていけるから。はい、はい。で、徐々に減らしてて、蕎麦をね。蕎麦を。そう。うんうん、で、やめるっていう計算なの、ねはいはいはい。タバコがある。でもほら、先輩たちと俺みたいな、こう、社交性のない人間が、うんコミュニケーションを取るには、うん、まあ、そこのプラスもあったなと思って、うん、数々のいろんな先輩と会ったわけ。だから名前出せない先輩もいろいろ隠れて吸ってる可能性があるから、奥さんに。なるほど、で、それちょっと喋るじゃん。あれ、はいはいはい、始めたのつって、うんで。それがなくなるなと思って。で、昨日の夜さ、うん、好きな蕎麦屋でさ、蕎麦食べてたの。うんうん、ね、うん、そしたらね、うん、帰りにカウンターしかないさ、なんだろう、全然なんてことない蕎麦屋なんだけど、俺が好きなとこなの。はいはい、カウンターしかないとこなの。そうそう、帰りにさ、トントンって言って書かれてさ。で、パッて見てさ、リトルトゥースかなと思って。うんうんうん、したらさ、うん、マスクしててさ、ここだけ、目の上からだけ出ててさ、いや、リトルトゥースにしちゃめちゃめちゃイケメンだな、って思ったの。目だけでも。うん、そしたら、小声で、うん、竹の内です。え？ちょっと待ってくれ二人しかいなかったんだよ、店に。え？男前の竹の内っつったら。そう。もう、え？俺も同じ。えぇ？つって。竹之内豊さんなの。えぇ？それで、その、なんつうんだろう。まず、竹之内さんほどの、スターが、うん、若林ごつきが蕎麦食ってても、隣のカウンターで、うんうん、声かけない。かけない。いい。私が竹之内豊さんだったら、絶対声かけない。そんなことありえないんだけど。絶対。逆の内豊かじゃない。あ、違う、逆のうちヒンじゃん。なんでそのヒンってやめろよ、その豊かの反対。貧乏の。貧しい、誰が貧しい。逆のうちヒンだよ。逆のうち貧しいだから。貧しいって。豊かじゃん、貧しい。逆のうち貧しい。そのモノマネタレントみたいな。キサラ出てそうな。逆のうち貧しい。もう、10年ぐらい前に、うん、日曜芸人に出てくださったことあって、これ数がわかるって言うと思うけど、うん、竹野内豊さんって、うん、男が抱かれたいって思う俳優さんじゃん。うん、ああ、もちろんよ。ねわかるでしょチャンスがあればね。チャンスさえあれば。竹野内豊さんに抱かれたいよな。うん、抱かれたいよ。で、それで、うん、そしたら、なんか、ザキヤマさんも抱かれたいっていう、竹野内さんがゲストなんだよ。で、うん、俺も抱かれたいっていう、うん、でしかも、うん、バカリズムさんも抱かれたいって言って、三人で、いや、俺が抱かれるんだって、うん、なんかよくわかんない流れになったことが、ね、竹野内さんなんか、うん、なんか、うん、お尻だけ触らせてくださいとか、よくわけわかんない流れになったことがあったのよ。はい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 、でそれをもしかして覚えてくださったのか。竹野内ですって言って。うわぁすげぇ。あ、お疲れ様ですよって言って、うん、お疲れ様ですって。すごいね。あ
お仕事の後ですかって言われて。会話をしてるじゃん。あ、はいっつって、うん。で、僕も先ほどお仕事。つって、若林さんとご挨拶させていただきました。竹野さんからってのがすごいじゃん。と思って。へぇ、うん、で、またどこかでお会いできたらよろしくお願いしますっつって、もうめっちゃ丁寧な方で、それまで気づかなくて、俺は。で、お蕎麦屋さん出てって、はいはい、で、別に喋ったことない店員さん だけど、うん、目あったもんね。ねぇ、つって。いやいや、それやっぱり一人じゃん、ちょっとね。大きすぎるでしょ。だからいろんな芸人の先輩と会えなくなるけど、タバコやめたら、そば始めると竹野内さんと会えるんだなと思って。そばっていいんだな私もそば始めようかな抱かれたいから。抱かれたいから。お近すぎに。竹野内まずしはダメなのに出てこない。放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。正月にね、うん、うちのその所沢の家族と、うんうんうん、まあうちのね、私の久美さんと、こと、うんうん、こうみんなで、ちょっとした一泊二日旅行しましてな。へ、山梨の方に、貸、う、し、んうん、別荘を一つ借りてね。あまあまあ行ってきまして、うんうんまあ、車で、まあ行ったのよみんなで、うん。で、まあ、その、みんなでどっか行くっていうのが、まあ、日帰り旅行、うん、日帰り旅行でも日帰りで出かけるとか、うんうんうん、でもまあちょこちょこあったりとかして、はいはいはい、まあまあ行くんですけど、うん、大概やっぱ一日、うん、やっぱ同じ車の中にいたりとかすると、うん、やっぱなんかちょっと、まあ、いい争いみたいなのが生まれるんですよ。家族同士。家族同士で、まあ大概私と父親なんだけどね。まあ、喧嘩まで行かないけど、まあでもそれがなんかその春日家の、まあ普通、スタンダードというかさ、はい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 、まあまあよくあることなんだけど、そのやっぱ久美さんがね、うん、いるね、結婚してからいるようになってから、うん、ちょっとなんかそういうの恥ずかしいなみたいなさ、うん、うん、なんか、ね、見られるの。見られるの。喧嘩じゃないんだけど、普通なんだけど、うん、なんかこう、またこう揉めてるとかね、うん、思われたりするの、なんかちょっと気も使われるし、はいはいはい、嫌だなっていうのがちょっとあったのよ。はいはいはい、ずっとね、うんうん。で、まあ今回その、うん、ね、一泊二日で行くってなって、一夜行くって、車で行くってなった時に、うん、それはちょっと避けたいなと。あ、まあ、年始だしね。まあ、あれだと喧嘩できるのも幸せだと思った方がいいぞ。俺なんて、できないからな。うんまあね、うん。まあそうだね。親父隠れてるから。うん、まあ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 、そうだね、うん。それはまあそれで。幸せなことだよ、それ。喧嘩できるってことだけでも。うん、まあ確かに、うん、ご健在なんだから。まあ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 、そうだね、うん。うん。うん、まあ確かにそうだけど、なるべく、うん、ない方が、あ、ね。うん、ない方がいいとも、どうせどっちも間違ってんだからいいから。いや、間違え、まあまあ、そうは多分思ってるわ。うちの母親とかね、うん、久美さんとか妹とか思って、うん、まあ、どっちも間違えてる。どっちも間違えても言うわ、うん。それ言うと多分またわーっとなるから、うん、多分抑えてんだと思うよ。うん。うん、まあ、それはいいんだけど。そんな、なんか、わーっとさすなよな。論理も通ってない二人の言い合いを。いや、別に。誰かもう、押さえつければいいんだよ。矛盾点をついて。いや、そこまでなんか、がっちり、その、浅生みたいに。例えば一個だけ教えて。例えば全然、大したことないのよ。そんなの全然。うん、そのコンビニエンスをよろす寄ったところが、うん、セブンイレブンが良かったとかさ。いや、セブンイレブンはいいんだけど、みたいな。それぐらいのやつよ。セブンイレブンがいいんだけど、うん、ローソンじゃないんだけど。なんかその時のテンション的にね。どっちかが言うの。うん、どっちかが。で、大概その父親が運転してるから、うん、とか、なんかその、ね。お前が言うんだろ、セブンイレブンが良かったんだけど。うん、そうだね。はい、急にっつって、そう言ってから入ってよ、みたいなね。うん、だからその話言ってから入ってよっていうのはどういうこと？だからそういうコンビニエンスでも寄ろうかって言ったら、もう一発目のところに寄ったりとか。
するから、ちょっともうちょっと精査したいみたいなさ。え、それは何？お前が言えよ、うん、じゃあ。セブンイレブンに入りたいって。だから、そう言う前に入っちゃったりとかして、うん。いやいや、セブンでも一回も入ったから。言ってねえんだろ、だってお前が。運転してんのお父さんの。まあ、ね、言う前に入っちゃったから、うん、そんな、別に。なんでその、うん、お前に絶対、何その、話を通した上で入らなきゃいけないっていうルールができてんだよ。いや、だから、まあ、だからそんな別に。お前はその日大まで行かしてもらっといてよ。うん、芸人にもなって、しかも正直売れてねえよ、お前が。偉そうにしてんじゃないよ。まあね、だからそういうのも、さすがにでも思う。自分でも。うん。うん。こんなんね。それで、さ、ちょっと空気が悪くなる、車内の。思うだけじゃ意味ないからね、喧嘩起きてんだから。で、気分悪くしてる人が周りにいるんだから。そういうの。何も得が起こっとんだから。思うだけでは。思ってないのと変わんないよ。いや、だから、そういうの、それぐらいのレベルの、うん、なんかちょっとね、うん、揉め事が、絶対起こるから、うん、もうやめようと思ってさ、やめようとか、うん、なるべくない方、ここで、行こうと思う。だからもうそれって余裕がなかったりするわけよ。なんかこう、なんかその、いろいろ予定をさ、立てちゃって、何時までに行かなきゃいけないとかさ。うん、お前の中でだろ？わかるよ、ね。お前と旅行行くとつまんねえんだ。だからもう、行きは今でも忘れねえよ。谷口と十九の時3人で旅行行って、あれは伊豆か。伊豆行って、海行って騒ごうって言ったら、絶対かたくなに高速乗らないから、ね、下道で行こうって言ったら、うんよ、とっぷり夜になっちゃって。海水浴もできない旅行。うん、海の。夏のめちゃくちゃ天気のいい日だったからね。うん、後部座席からペットボトルで殴ったんだから、俺が。夜じゃねえかっつってね。おい夜じゃねえかっつって。結構朝に出たんだよ。いや、もうゴールデンウィークの頭の日かなんかで、うん、下で行くから。みんなは違う近くの海の旅行で混んでるところばっかり通るから、自分たちの目的っついたら、おい、夜じゃねえかうん、突っ込まれた、叩かれたな。そ, まあ そ, うん、そういうなんかこう、で、うん、お父さんも言い返してくるし、みたいな感じだったんだ、今まで。そう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 。うん、そんなんがあったから、うん、あるから、起きるから、うん、もう余裕持っていこうと思って、初日なんかもう本当にその、ね、泊まるところに行くだけ。つく。つけで、朝も、うん、そう、比較的、うん、余裕持って出て、うん、で、もうパーキングで寄ったり、うん、道の駅で寄ったりとか、ちょこちょこ休憩というかね、はい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 、挟みつつ、うん、で、スーパーとかでね、なんか自分たちで料理しなきゃいけない、腰、はいはい、れそうだからね、何もついてないから、はいはい、食事が、はいはい。スーパーとかで買い物とかして、うん、お酒とかもなんか買ったりとかしてね、うんうん、で、まあ、比較的、うんまあ、スムーズにというか。うんうんうん、途中ちょっとやっぱあったけどね。やっぱり。子が乗ったやつが、その、ね、主要のそのブレーキの踏み方のさ、ちょっとこう、グッてなるから。うん、ああ。もうちょっとこの、ね、ソフトに、うん。子供のことも考えて。そうそう、ね、とか、まあ、うん、言わないでおこうとか。うんうんうん、ね、で、まあ、父親の方もあったと思うのよ。うん、なんかちょっと今取り過ぎた、その、いや、ドラッグストアにちょっと戻ってくんねえかとか言ったりとかね、私が。うん、取り過ぎてから、あーっつって、あ、そう、おむつかなきゃねえな、みたいな、うんうん。ちょっと戻ってくんないみたいなこととかも、はいはいうん、言えやって多分思ってると思うよ。早い段階で、うん。うん。それもだから多分、ね、言わないでくれてたと思うの、父親の方も。うん、ね、うん。で、なんとか、その、言い争わずに、うん、まあ、宿までついて、うん。で、みんななんかこう、鍋とか作って食べてさ。うん。で、なんかこう、なんか持ってきたゲームスイッチでやったりとかしてさ。うん。で、もうお酒もいただいたりとかしてね。うん。私、みんなでさ。うん。で、でもその時ちょっと思ったけど、なんかビールをさ、うん。スーパーやったんだけど、知らない間に、地ビールのさ、こんぐらい2リットルのさ、うん。うんカンカンみたいなのあるのよ。それをさ、3本買っててさ。それはお父さんが。うん、6リットルさ、ビール買ってんのよ。ああそんな飲まねえだ、そんなに。6リットルも買ってんだよって。6リットル ?6 リットルだよ。もう言いかけたけど、ああまあ、ぐっとこらえてさ。喧嘩になっちゃうからね。うん、でも、飲むだろ、みたいなね、うん。うん。じゃあなんか言えよ、みたいな感じになるからさ。うん、お会計の時に、うん。まあまあまあ、それもぐっとこらえて、うん。で、まあまあ、で、次の日ね、うん、富士サファリパークに行こう、つって。はいはい。いう風になってたのよ。はいはい、もうだからちょっとまあ、ね、調べたらちょっとやっぱ混んでるわけ。時期的にも。なるほど。だからほんと開園ぐらいに、うん、もう開園前ぐらいだね。うん、行っ
って、うん、で、まあそこバーっと見て、うん、で、帰りも渋滞になるから U ターンラッシュみたいな、うん、高速道路が。うん、だから早め早めに行動して行こうなんつって言って、まあ起きられるかななんつって言って、うん、メイクとかも。で、次の日朝だったら、まあ比較的みんな早く起きて、うん、で、早めにこう出発ができたわけですよ。うん、予定通り、うん。で、ね、その宿出て、うん、そのスーパーの駐車場かなんか、うん、まあ買い出しというかまたね、うん、まあ買ってさ、うん、で、駐車場で、で、富士サファリパークと、うん、ナビにね、ナビゲーションに入れよう。うん、ね、その道がね、1時間ぐらいなのよ、うん。なんかこの携帯で調べると。はいはいはい。下道というか山の中バーって行くの、うん。で、まあじゃあナビ入れようなんつって、で、父親がね、うん、で、私がさ、富士サファリパークって言って、うん、で、ふ、うん、し、てんてん、うん、さ、は、り。いやいや、そう、はじゃなくて、ファ、うん、ファよ。サファリ。うん。富士サファリパーク、そう、歯だから、私ね。言ったい。で、ああ、はいはい。富士サハリ。いや、だから、サ、サファリ、サ、サファ、サファ、えうん。サ、ハ。うん。いや、歯じゃなくて、ふ、ふ、つって言って。えサフ、サ、サフ、サフリ、うん、サフルです。サフル出ないよ、ぜ、うん。ふ、あ、うん、ちっちゃいや。もう全然、その何、うん、ファーにしないのよ。はいはいはい。はいはい。ず、サハ、そう。うん、さ、サハリだろ、うん、サハリ。サハリ。出ないのよ、その。でも、やっぱその、うん、明治の人だから。明治まで行ってないの。全然しょ、戦後、戦後。あ、はいはいはい。戦後よ。ちょっと違ったりすんじゃん、明治の。まあまあ、そうだね。明治だったら多分、サハでいいと思う、サハリで。でも、何度もやる、うん。何度も。タクシーの運転手さんとかでもいるよね、うん、たまにそういう人ね。うん。うん、さあ、ふよ。とにかく、ふって、さの次は、うん、まず打てよ、お前っつって、うん。で、一回止まれ、うん、うん、そうそう。さあ、ふでもういい、もっと止まれぐらい言ってるわ。さあ、ふ。うん、はい。で、ね、父親も。はい、打った。はい。さあ、ふ。うん。うん。はい、どうすんの、はい。つって。うん。で、そう、ファ、ファ、あ、あ、っていう。ちっちゃいね。うん。して、したら、うん、でっか、まあ、でっかい、さ、あ。うん。ふ、富士、さ、ふ、あ。いや、じゃあ、それは、お前が悪いわ。その、ちっちゃいあって言わないのが。そんなバカな人と喋ってんの、めちゃくちゃバカな。おい、言い方悪いな。だっていや、お前の敵でしょ、だって今のところ。お前の味方してんだよ。いや、強いのは味方の感が。バカと喋ってるから。いやいや、言い方悪い。じゃ強いんだって。歯とファが分かんないバカと喋ってるってことを想像して、ちっちゃいやっていうの。でっかいや、分かん、もう、右も左も上も下も分かんないんだから、相手は。宇宙空間真っ暗、ふわーってなってんだから、そんなやつに会っていったらでかいや押すよ。そんぐらいバカ野郎とお前は喋ってんだから。なんでうちの父親よ、お前の味方だからだよ。バカさばりすんなよ、ね、でかいんだよ援護射撃が。そんな大砲で撃たなくていいんだよ。ちょっとパンパンパンぐらいでいいんだよ。オールナイトニッポン15分やったらさ。一大プレゼンオードリーのオールナイトニッポン。続いてはこちらのコーナー、冷凍食品をレンジでチンするくらいのお時間をお付き合いいただくコーナーです。今週もクイズ東洋一のツッコミカスがやっていきます。リスナーはお題となるツッコミフレーズを引き出すボケを送ってもらい、カスガがそれをツッコミながら当てていただきます。はい、ラジオネームリンゴ輸送 C。 私には今現在好きな人がいます。本当に本当に好きで付き合いたいのですが、告白して振られて気まずくなるのが怖いです。でも告白しないでこのままの気持ちでいるのも耐えられません。春日本部長、こんな私にエールをお願いします。いや、春日いつ本部長になったんだよ。あー、違いますね。ラジオネームランドセル勇者。いつも楽しく拝聴させていただいているのですが、一つ気になったことがあったので初めてメールを送らせていただきます。うん、若林さんがリスナーのメールを破り捨てるというくだりは必要なのでしょうか？あまりにもひどいと思います。もっとリスナーに寄り添った番組にしてほしいです。ご検討よろしくお願いします。いやー、このラジオ聞いたことないだろ。
あれこの間先週ぐらいではないですね。え、違うの。ラジオネームランドセル勇者。春日さんのトークを若林さんが邪魔するくだりとても不愉快です。ちゃんと最後まで喋らせてあげてください。いや春日に甘いな。違いますね。ラジオネーム邪魔が優しさをする、うん、これは僕の勝手な印象なのですが、春日さんはぼた餅や砂糖蜜など甘い食べ物の話をしているイメージがあります。もしかしてスイーツキャラとか狙ってるんですか。ええ、だからこのラジオ聞いたことないだろ。あー、惜しいっすね。惜しいっすね。惜しいですね。近いです。でもラジオネームジャコテンブレイカー。春日さんはよく奥さんの話をされていますね。聞いていくうちにどんな方なのかとても興味が湧いてきました。ぜひいつか春日さんの奥さんをスペシャルウィークのゲストで呼んでください。お願いします。いやでも、そういうことだろう。そういうことだろうって、うん、なんかネットの記事で記事を見て、うん、あのメール送ってくるなよ。あ、聞いたこともないのよラジオではないですね。最後ですよ。ラジオネームパタグラフ。若林さん、春日さん、こんばんは。先週はオープニングから大盛り上がりで神回でしたね。一本目の CM に入った時、時計を見たら40分以上も経っていてとても驚きました。トークが盛り上がりすぎて曲が一回もかけられなかったのも面白かったです。お前先週初めてこのラジオ聞いただろ。あー、惜しい。残念、不正解。正解は、いや先週とお題一緒じゃねえか。いやー、惜しかった。これは一本取られた。うわ、これはトンチが効いてるわ。うん、いや一本取ったつもりはないんだけど、ね、いやいや、なんか当ててほしい感じ。いやいや、だから先週と同じな感じだなって思ったところが、それが答えだったっていうね。でももしかしたらなんか春日いつもすごいから正解率、親父のせいなのかもね、春日の。どういうことよ。親父がさ、うん、バカみてえな旅行しやがったからさ、今年調子崩してさ、なんか関東一のツッコミ今出なかった、東洋一のツッコミが出なかったんじゃないの。お前の親父が旅行でリフレッシュさせなきゃいけないのに、普段忙しい春日をさ、バカを言うからさ。おい、ひどいこと言うな。いや、じゃあ見方。悪く言うな、父親のこと。うちの父親のこと。味方してんのよ。味方、いや、強いんだって。強いのよ。そうか。うん。もう前出て攻撃してる、私のさ。前出て、ガンガンいっちゃってるぐらいの感じになってるから。ああ。うん。ちょっと添えてくれるぐらいだったらいいんだけどね。ちょっと強いわ。関係ないから、父親は。いやー、当たんなかったな。じゃあどうしよう。もう最後のやつにしようかな。一番近かったからね。うん。うん、一番も結局当たんなかったから、パタグラフね。はい。今回は、パタグラフとなります。1月のプレゼントです。高菜焼きおにぎり、ビミ三昧。テリマヨチキン、ベーコンほうれん草、お弁当に行く。柔らか一口かつ以上の4種類が入っています。さあ、ということで今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼントを、差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。さて、クイズ東洋一のツッコミ春日、次回のお題発表します。ヒロシに春日の耳をヘッドホンで塞いでもらってます。来週はメールの後半、若林さんのアドリブじゃない、メールの後半若林さんのアドリブでしょみたいな感じで、後半アドリブが入れやすいメールを送ってください。詳細は公式ツイッターやホームページでもご確認ください。春日さんは絶対に見ないようにしてください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。日例の冷凍食品をお送りするので、受賞の年齢、そして電話番号を忘れなく書いてください。オードリーのオールナイトニッポン、日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい、日レイ
以上、各社の協賛で東京中大学有楽町の日本放送、キーローステーションに全国36局、な、お送り。それで、旅行は大丈夫だったの？サファリパーク行った後は、喧嘩は。まあ、結局、うん、その、だから、ナビゲーションの、うん、時間が10分ぐらいかかった。かかったおかげで、うん、まあ、それぐらいかかると、やっぱ、全然変わってくんだね。もう、もう着いたら、うん、もう、すんごい、入園までにすんごい車の列で、うん、で、そっから入ってもなんか、まあ、ノロノロ運転というかさ、うん、ね。でも、15分早く着いてたら、空いてたっていうのは、なんでわかんの？いや、もう開演前に着いてたから、うんうん、もう開演しちゃって、まあ、だから単純に15分の遅れじゃないの、ね、よ、うん。それがなんか、ちょっとまた膨らんでさ、うんうん、30分ぐらい予定より、うんうん、で。それによってまたちょっと遅れて、ね、道が混むから。そうそう、ね。結果的にその朝の15分が、どん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 まあ膨らんでというかね。うん、でも、その15分がなければスムーズに行けたっていうことかどうかはわかんないね。15分前の世界を見てないわけだから。まあまあまあね、だからその15分総数としては弱すぎない、だから15分早ければよかったなみたいな思いがずっとあってね、うん、思っちゃってるんだよね、思っちゃってそれは。で結果的にの方がスムーズに回れたんじゃない、スムーズに回れたかもしれない、そうです、そう予定で言ってたから、うんうん、予定で言ってた、うん、どうだったのかなって伝えてんだ、ね、それはバカに、バカってなんだその言い方、いやお前の見方人の知らないことバカって私が言う分にはまあまだいいよ、愛してはいるから、いやいやそんなわけないじゃん、そんなわけないじゃん、愛があった上のだから、そんなわけない、愛あるバカね、そんなわけないじゃん、あれバカ野郎っていう意味だから俺が言ってるのは、違う違う違う、バカってこの本当のクラワス的のでもそのなんか15分いってればスムーズに回れたっていうのも憶測にし聞こえないまあだからね、確かにそうなんだけども、うん、その比較したわけじゃない、後日ね、うんうん、比較したわけじゃないから、前そうだったっていうのがせめてあったら納得できるけど、うん、分からないって感じ、まあ分からない俺は確かに分からないんだけども、うん、それによっていろんな予定がね、うん、なんかずれ込んじゃった気がしてさ、で最終的に U ターンラッシュみたいなの巻き込まれてさ、帰りもさ、うんうん、それも、うん、じゃあもしかしたらサファリパークにだからさはじゃなかったらそれでサファリパークって入れたら帰りの渋滞も巻き込まれてない可能性があるわね、可能性がある、それはあまりにも、うん、あまりにもじゃない、それは、うん、だって15分前のその高速道路の状態を調べたりはしてないでしょ、してないよそんなもんしてないけども、だからなんかもう怒りがおかしくなっちゃってね、本当にさ、さはファで入れてたらなんか一日なんか変な空気で絶対そうなの、春日さんから絶対そう、でも言ってないからね、それはお父さん言ってない言ってない、あのね、だあと言ってもバカだから分かんねえし、やめろだからバカっていうのミフィちゃんこの後また夢でお会いしましょう、アディオス。